はい。サピエンスサピエンスの山本です。本日はですね、逆に美味しい海外駐在を狙うために、えっ、ー、と、狙うべき業種ということで、えっ、ー、と、お話をさせていただきたいなと思います。うん、え前回の動画ではですね、えー、と社会人になってからグローバル人材になるために、どんな会社に勤めるとかっていう話を、えっ、ー、と、させていただきました。それとちょっと似てるんですけれども、えっ、ー、と、ぜひともですね、海外駐在をするんであれば、 例えばトップの企業トップの商社に勤めるのか緑の商社に勤めるのか、まあ、その辺のレベル感も含めて、えー、と考えた方がいいですよっていうお話をさせていただいてましたでそれとちょっと似た話ではなるんですけれどもじゃあ海外駐在を狙っていくかなり厳しい競争率の中で狙っていくのかそれとも、まあ、案外ねこう抜,抜け穴といったらあれですけれども美味しいところか行きやすいような会社さんを狙っていくのかそれぞれあると思います。 それでですね、私はまあ当然トップの、ね、会社さん行けばそれなりにオプチュニティはあるんですよね、機会はあるんですよね。ただ、まあ、かなり、えー、ともう採用の時点でグローバル人材を取ってますので、そこの競争率はかなり厳しいという中で、まあ、実はですね、案外、中堅どころとか、まあ、一番トップではないけれども優秀な企業さんに勤めると案外機会がありますよという話をさせていただきたいなと思います。例えばですね某 あの地方銀行さんなんですけど例えば地方銀行さんだと、まあ、この地方銀行さんだとニューヨーク支店とか香港支店とかロンドン支店とか、まあ、上海駐在員事務局シンガポール事務局あの事務所、えー、バンコク駐在員事務所とかっていう形で案外グローバルにやられてるんですよねこれ地方銀行さんですよで、えー、と案外グローバルにやられてるとそういう中でただやっぱり地方銀行さんってイメージ的には、まあ、地方 ね、そこでずっとこう地方にやでやってるとなかなか、えー、とそんなにこう海外に出てってるイメージはないっていう中で、まあ、結構受ける方は、まあね、そ,のその地域にこうずっと根付いていたいとかその地域にずっといたいっていう方が多いわけですね。なので逆にそういう会社さんそういう銀行さんとかにこう勤めておくと自分自身が例えばグローバル人材として英語力があるよとか海外留学してたよ交換留学してたよそういう経歴があると。 かなり競争率的にはこのトップの会社さんよりも例えばトップのじゃあね一番大手銀行さんとかよりもそういう地方銀行さんの方が案外海外への可能性が高かったりするわけですね。なのでですねそうですね本当に自分自身が海外で働くとかそういう駐在員のポジションを狙っていくっていうことを考えると案外その名のある企業さんグローバルグローバルってこう言ってる企業さんに勤めるだけが えと選択肢じゃないいんだよっていうことうのでですねぜひ会社の案内だとかさ、えー、まざ、あ、まなデータっていうのを見てみてそれで比べてみて、まあ、可能性があるのかないのか自分自身がまあ将来どういうふうにね、えー、こうキャリア形成していきたいのかその辺を考えながら、えー、と会社選びっていうのをされると、まあ、よりね、えー、と大きな機会が得られるんじゃないかなと思います。 はい。えっと、この動画を見てくださってありがとうございます。えっと、またね、有意義な情報を流していきたいと思いますので、チャンネル登録お願いします。See you next time! Bye bye!